今度はここの隙間ね、少し隙間が空いてしまって導線が見えてるかなっていう感じでおかしいので隙間を埋めておこうと思います。ただですね、もうこのままガチャリとひっつけてしまうと大変塗装がしにくいので、外せるようにねした状態で、形を作りたいと思います。こういう時にこのメンソレータムを使います。首のね加工でも使ったんですけれども、これをどちらかにね塗りまして、で離型剤としてね剥がせるようにしておくと、すると正確なものがね作れると思うので、じゃあ今度こっちにね塗っておきましょう。こっち側に貼り付いてしまわないようにメンソレータムを塗っておいて、でもう一回差し込むと、よいしょ、で少しだけはみ出すので、ここは腕にしたいのでね、はみ出しは使いたくないので、ちょっとこうごまかしておきます。こうちょっとかき取ってあげて、重心の先が折れちゃいました。残念な話です。ここまで着といて折れるかという感じですけどね。はい、そしたらこれを外します。メンソレータム塗ってるんでね、綺麗にこうポコッと外れてくれるので、でちょっとガタガタがついてるんでね、成形しておきたいと思います。スポンジヤスリをね使ってここは削っておきます。はい、そしたらこれで完成にしたいと思います。出来上がりです。